私がマクドから、君たちが娘を探してくれるのか。はい、それで詳しいお話ししてください。まずは娘の似顔絵を見る。これが娘のアリスだ。服装もこれと同じ。お前のような子供が出歩くには危なすぎる。私はもう子供じゃないの。いつまでも屋敷の中から外を眺めているのは嫌。聞き分けのないことを言うんじゃない。外に行きたいのなら私がいつも一緒に行ってやっているじゃないか。私は一人で自由に出歩きたいの。これじゃ籠の中の子と同じじゃない。アリス、分かってる。私は死んだ母さんに代わってお前を守らなくてはいけないんだ。ママがあくまでもそういうつもりなら、私にも考えがあります。何をする気だね。家を出ます。と一生に伏したのだが、まさか本当に出て行ってしまうなんて。なるほど、状況は大体わかりました。そうなると、たとえ僕たちが見つけたとしても素直に戻ってくれるとは限らないわけですね。そうだ、だから娘を見つけたら連絡をした上で、危険のないようあの子のそばについていてやってくれ。でも、そちらにも護衛役の人がいるんじゃないですか。うちの黒服ではまた逃げ出してしまう。同年代の君、一刻も早く娘を探し出してくれ。あの子に何かあったら、私は心配しないで、僕たちに任せてください。ありがとう、君たちだけが頼りだ。とは言ったものの、どうしよっか。とりあえず街の中を探してみようよ。
らっしゃい。いい武器が揃ってるよ。ここは僕に任せて。アルは先にギルドに報告しておいてくれる？分かったよ。綺麗な街ね。昨日この街に着いたばっかりだったんだけど、こんないいところがあるなんて知らなかった。あなたにはいないの？8年前にエントリヒで起こった戦争を覚えてる？僕その頃エントリヒに住んでて、パパもママもその時、
中を旅して、いろんなものを見れて。自由って言っても、やっぱり稼がないと食べていけないし、それほど好き勝手できるわけじゃないんだけどね。でも、私はこの町の外を知らないし、屋敷の外すらめったに出たことがないの。それで、ここで町を見てたの。もう少ししたら帰ります。そう、パパに伝えてくれませんか？いいけど、君を見守るように言われてるし。お願い。もう少し、ここに一人でいたいんです。マクドガルんとこの娘かい？大変です。どうしたんですか？